地震かと思ったら、ミカ、あなたまたそうやってダダをこねて。警備任務はどうしたのですか？まだ交代時間ではありませんよね。交代時間の問題ではありませんよ。ミカ以外のみんなが全員で日本に行ってしまっているこのリアル、ずるいよ。あちしだけ置いてけぼりは嫌よ。一緒に行くよ。ミカ、わけあってあなたはここを守る立場となった。それで当面は我慢をすると約束したでしょ。引き分けなさい。もうその我慢ってやつも限界よ。このまま待ってたらおばあちゃんになっちゃいますよ。本当。ああシルさんや、お茶もらえんかの。これ以上オリエチたちと離れているとパワーなくなってヘナヘナになってしまうんよ。謎の病気に侵されて静かに息を引き取ってしまうんよ。ミカ、わかりましたから落ち着きなさい。お話があります。うおー、これが落ち着いてなど。うわー、もうミカ、興奮しすぎて何を言っているのかわかりませんよ。そうやって暴れないの。寄贈品の中で一番高価な花瓶でしたね。それは芸術的価値が高く、アーデルハイト様も痛く気に入られている。地震よ。しーちゃん、あ、危ない。椅子の下に。狭くて無理けど隠れるよ。あちしは被害を確認しにちょっと外を見に行ってくるよ。ミカ、はい、そこにお座りなさい。はい。今の器物損壊はおやつ抜き、落ち着きなさいの命令違反はご飯抜き。どちらも分かっていますね、ミカ。厳罰すぎるよ。断固抗議よ。負けるまでは欲しがります。それに加えて自分の過失、その席から逃れるために地震が来たなどという虚偽の申告をするなど、呆れて物も言えません。そんなことはないよ。偶然重なった地震だったかもな。まだ言いますか？もう言いません。よろしい。さて、虚偽の報告はどんな罰だったかしら？これ以上食料供給が滞るとこの肉体は干からび果てるんよ。その落ち着きのない言葉遣いも治らない様子。常にリヒトクライスのものにふさわしい品位に満ちた身ごなし、それを常に心がけなさいと、そう言っているでしょ。チェック厳しいんよ。厳しくなどありません。誰しも当然のことです。あなたの友人であるオリエ・バラーディアを少しは見習いなさい。オリエッチは化けるのが上手いだけよ。部屋にいるときはもっと態度ひどいんよ。ティッシュもゴミ箱に投げて、しかも外すんよ。ええ、ですからあなたにも同じように化けなさいと、そう言っているのですよ、ミカ。難しいんよ。魔法の杖でもないと変身は無理なんよ。難しいことなどなく、落ち着きを持ってことに当たればいいのです。あなたには繰り返し言っていますけど、本当に仕方のない子ですね。せっかくあなたのためにといただいてきたのですが、この調子ではこれを渡すかどうか考えてしまいます。ないよ。そんな曲はありません。え？けど、かぐやがそこ行けばもらえるって。必死に探したのにどこにも見当たらずですよ。そこにたどり着けば、あちしもみんなと行けたんじゃないよ。ミカ、ひょっとしてあなた、またかぐやに遊ばれて。なあ、ひどいよ。こ
それも水に流そう過去の話。しーちゃんの持つそれがあれば意義なしの逆転人生が始まるんや。よこすんよ。やりおるわ、お主。突然暴れないで、まず人の話を聞きなさい。あなたは、まったく。アーデルハイト様が任務に励むあなたを見かけ、特別に許可を出してくれたというのに。え？あーちゃん、ナイス！やはり神は見ているんよ！お黙りなさい！何が神ですか！先ほどの花瓶の件、そしてそれを地震だと偽った件、それを考慮するともうしばらく謹慎と反省が必要なようですね。ねえしーちゃん、それはさ、ちょっと冷たくない？ね？急に慣れ慣れしくしてもダメです。恨むのなら命令に背き警備を怠っていた自分を恨みなさい。これはもうしばらく私が預かっておきます。もう十分反省したから、これ以上は必要ない。さっきまではちゃんとやってたんよ。日本に行きたいこの星さ、精一杯抑えてたのさ。不可抗力の打撃衝動、おかげリビドドドドン。急にリズム刻んでもダメ。その星さがあんな花瓶一つで済んだのなら安いこと。リメンバー、あちしを信じるんよ。プリーズリメンバーミー。それを言うならビリーブです。それじゃ素直にごめんなさいできなかったし、あなたの希望通り怒られたことを深くリメンバーするよう、 SSR お仕置き部屋でしばらく反省してもらおうかしらね。抜け出してやるなんて考えないことですよ。こちらも必ず捕らえてさらなる地獄を見ることになるのですから。抜け出してやるって、さらなるってどんな地獄なんよ。ちょっとここでは言えないかな。汚い言葉が多くて、聖堂が汚れるというか、リヒトクライスの品位が下がってしまいますので。それでも行くよ、絶対行くよ。オリエチたちと任務する。あらあら、歯向かう気満々ってことなのかしら。それは大変残念です。このゼニス、リヒトクライスのエースオブイグゼクターとして久々に本気にならないといけなさそうですね。物分かりのいい子ですね。さて、部屋に着きました。それじゃあしばらくここでおとなしくしていなさい。行きたい気持ちはわかるけれど、心を鍛えねば足手まといになります。緑の大地のように濃縮、青き大海のようにおおらかに、深き清浄なる精神がその姿を現した時に、光の使徒として闇を覆う地を照らすため旅立つことを許されましょう。
いいですか。己の過ちを見つめ直し反省するんですよ。お正気部屋に入れていたミカが脱走した。権限による封まで施した波の力じゃびくともしないあの牢をたったの1週間で。ええ、食事の際に使うスプーンを隠し持ってそれを使って外界までのトンネルを作って逃げたようだ。昔の脱獄映画ですか。なんで気づかないのですか。そんなのオリエ・バラーディアたちを助けたいために本気で、あの子ってば本気で私に喧嘩を売ったってことね。あら、私としたことが表情が怖くなってたかしら。まあいいでしょう。あの子のことは適当に追いかけておいて。そのまま逃しては内外の者に示しがつきませんから。それにたまには実戦を想定して動かしておかないとハウンドの腕が鈍りますからね。あれだけの猛獣追いかけることはいい訓練になるでしょうし。ええ、頼みました。私は私で各所へ連絡を。はい、それでは。はあ、ここまで来れば追っては来ないんよ。大組織であるがゆえの鈍さ、平和続きであるがゆえの怠慢。リヒトクライスさんよ、そこがお前さんたちの弱点だぜ。へっへっへ。追ってはもういないか。これでようやく空港に着いたんよ。買って任務で出かける交換学生のふりして日本行きの便に乗ればいいだけよ。日本行き、日本行き、お、あった、あそこか。もろもろの支払いはリヒトクライスにつけれるよ。お金がなくても安心。恐竜が死滅したそのわけ身をもって知るといいよ。これであちしも華麗に日本入り。お姉さん、座席は前の方にしてください。よ、パスポート確認。もちろんあるんよ。って、ちょっと冷静に考えてお待ちください。リヒトクライスの息のかかった空港ですよね、ここ。迂闊だったんよ。これじゃ脱獄した指名手配犯が道を尋ねに交番に行くようなもの。なんだか通報ボタンに指かけてませんか。もうミカちゃん包囲網できてませんか。ピンチピンチピンチ。あ、もう結構です。になったんよ。今日は仏滅で日が悪いから旅立つのはやめておくんよ。
中名、本気で来てるってことか。お姉さん、あちしはちょっとパスポートを探してくるゆ。けど、お姉さんはあちしのことは探さないでください。それじゃあ、ドリャー全力疾走ゆ。このまま体当たりぐらいじゃ壊れないですよね、こいつは。一番危ないんだってのよ。もうパターンなんだから、こういうの。よっ。